雲やかすか無尽蔵で次から次へと押し寄せてまいります。本日は兵庫県と岡山県の県境にございます、駒の大山、約、1200、300メートルの高山です。ここから高原ロードの縦走を楽しみたいと思います。本日は、友達の壮行会も兼ねております。次回会えるのは 2,30 年後になると思いますが、まずは駒の大山1360メートルを目指しますが、このようにですね、こちらは非常に熊出没注意の地域でございますので、熊さんに会わないよう注意していきたいと思います。それでは参りましょう。足元ご覧ください。綺麗な花が咲いております。新緑が綺麗ですね。ただあと今日は風が強いので、その辺体温を奪われないように、気をつけてまいりたいと思います。ですので私帽子もパカンをかぶっております。また太陽隠れちゃった。あ、これが地図に載ってた展望台だと思われます。3、2、1、ビュー。駒の大山まであと直線距離で約700メートルの、距離に来ております。野鳥は普通、おっと今ちょっと姿が見えましたけど、さえずる時は枝や木の葉の、人間と挟んで枝や木の葉の後ろに隠れて鳴きますので、 NHK の番組みたいにうまく姿を捉えるのはなかなか難しいんですよね。植生が少し変わって、クマザサが多くなってまいりました。嫌なんですよね、クマザサはクマが食べるから。先ほど鹿らしき動物が走って逃げていった、茂みから、こちらがただいま駒の大山山頂への道でございます。もう見えております。到着いたしました。駒の大山山頂到着です。結構広い山頂ですね。 3、2、1、ビュー。どん天でございます。いや本当ならばここからはものすごく気持ちのいい高原ロードが続くはずなんですが、しかしこの熊笹から熊がポッと出てきたら怖いな。こういう風にね、わかりますかね、鹿くんの足跡なんですけど、鹿くんだったらなんぼ出てきてくれても平気なんですけどね。避難小屋で、パカを引っ掛けたいと思います。小雨がパラパラしてます。お邪魔します。とこんな感じでございます。避難小屋を出て鍋形に山までおおよそ20分の位置に来ております。参考は続けられそうですので、このまま進めてまいりたいと思います。この辺りですね、強烈な獣の糞の香りが漂っております。鹿だったらいいんですけれども、ちょっと足早に通り過ぎたいと思います。歌いながら All my loving だったらドゥー。晴れ
えていれば大変爽やかなんですけど、よいしょ、神秘的で厳かというよりはちょっとホラーじみてて怖い感じがします。鍋形山山頂1253メートル到着いたしました。後ろご覧になっての通り、眺望は、昼からが晴れるという予報ですので帰り道に期待です。北側の日本海側です。風がどんどん雲やガスを飛ばしてはくれてはいるんですが、もう北の方にある雲やガスが無尽蔵で次から次へと押し寄せてまいります。こちらですね、こちらが、キャンプ場への下山道で、こちらが今来た道になります。そして分岐点の分岐道標です。そしてこのまま、参りますとすぐに、船木山の、山頂碑がございますので行ってみましょう。見えてまいりました。船木山1334メートル山頂碑です。パチ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 。さあ皆様ご覧いただけますでしょうか。ただいま船木山山頂にいるんですが、船木山の山頂碑なんと、左と右に2つございます。左にございますのはじゃじゃん、船木山山頂、1334メートル美作市、岡山県美作市の山頂碑です。そして右にある真っ白い山頂碑は宍粟五十名山船木山1334メートル、つまり兵庫県宍粟市の山頂碑です。2つの県でそれぞれうちの県の山ですよと主張しているということですね。仲良く、共存していただきたいものです。あ、先ほどから大変綺麗なブナ林が続いております。そしてブナのどんぐりは、月のアグマの、大好物です。ああ見えてですね、ブナの木にひょいひょいひょいと登ってですね、そして、上のどんぐりをたくさん食べるのが、月のアグマです。さあいよいよ後ろ山到着です。ご覧ください、親潮です。見れました、こちらが後ろ山山頂です。後ろ山1345メートル到着いたしました。パチパチパチ。こちらが山頂、三角点国土地理院設営でございます。そしてこちらがよっ北側日本海側の眺望です。ご覧ください、今青空が広がっております。気持ちがいい。そしてこちらが南側、岡山県最高峰後山山頂1344メートルとございます。ご覧ください、綺麗な景色です。同様こちら後ろ山にも、こちらの兵庫県宍粟市の後ろ山の 山頂碑とこちら岡山県美作市の、岡山県最高峰後山という山頂碑が2つございますが、その間にですねこのように金属板の打ち出しで、氷ノ山、国定公園の板上山という、標識がございます。誰が設営したものかは、分かりませんが、兵庫県側からは後ろ山のことを板上山とも呼んでおります。ご覧ください、日が差してまいりました。こんなに綺麗に見えています。ただいま午後1時半です。太陽が十分に差しております。ご覧ください、こんなに麓の街が綺麗に見えます。そしてこちらは反対側の、北側日本海側の山並みです。ただいま後山山頂を後にいたしました。
ただいま、船木山山頂に到着いたしました。ご覧ください。息はあれだけ曇っていたのが、今は嘘のように晴れ渡っております。曇りだった、船木山山頂すぐ西横の展望台に来ております。展望ポイントですね。ご覧ください。この山深さ、奥行きの深さ、そして左右に広がる山並み、ダイナミックですね。クソもクソも山がつながっております。あ、ご覧ください。豊かな山は麓の町や村を潤してくれます。生命力の豊かな母なる木です。ご覧ください。息にあれだけ曇っていた鍋ヶ谷山山頂はこのように素晴らしい眺望が抜ける覗きの名所でした。いかがですか。ご覧ください。相変わらず、素晴らしい高原歩きの風景が続きますが、第一目標の駒の山が、目の前に見えるところまで戻ってまいりました。本当に登り始めの曇ってた時はもう今日はどうしようかと思っていたんですけれども、いや天気予報を信じてどんどん進んだ甲斐がございました。こちら北道を振り返っております。東側の滑ヶ谷山、そこから戻ってきまして、こちらは南の麓の、情景です。ご覧ください。そしてあちらが目指す最後の山、駒の山です。あちらに見えます最後の駒の山さえ登れば、あとは出発点の駐車場まで下るのみです。さあ、それでは最後の高原歩き楽しんでまいりましょう。駒の山山頂から振り返って避難小屋、鍋ヶ谷山、船木山方面を見ております。本当は行きにこの素晴らしい高原風景が見られたんですけどね。でも今見れてます。そして駒の山山頂戻ってまいりました。うわぁ、素晴らしい景色ですね。ちょっと石の上乗ってみましょう。よいしょと。行きにあれだけ曇っていたのが嘘のようです。
本当はこんなに素晴らしい景色が広がっていたんですね。ご覧ください。180度以上ありますかね、角度。おっとっと。よいしょと。それでは駒の大山の素晴らしい眺望に別れを告げ下山いたしましょう。駒の大山までは比較的幅が広い、整備された道が続いております。行きの小雨、強風、どんでんが嘘のように静かな下山道です。鳴き声もまるで、慰めのレクイエムのように聞こえます。駒の大山手前展望台まで戻ってまいりました。このように晴れてさえいれば展望台の名にふさわしい景色です。登山口近くまで戻ってまいりました。今回は我が道を初の、落ちバディ登山企画となりました。最初のうちは強風、どん天、小雨と、大変悩まされ避難小屋で着替えていた時には本当にここで引き返そうかとも思ったんですが、後ろ山山頂のお昼ご飯の頃にちょうど、晴れてまいりまして、帰りは素晴らしい天気、素晴らしい眺望となりました。これも、山の神様、そして山を整備してくださる方々のおかげです。本当にありがとうございました。そして最後までご覧いただいた皆様、本当にありがとうございました。もしよろしければいいねと、あとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた、次の機会にお会いいたしましょう。ありがとうございました。